西武が公開する山川怪文書。西武は22日にベルーナドームに隣接する球団施設でメディアとの懇親を目的とした年納めの会を開いた。奥村球団社長による挨拶では、WBC で侍ジャパンの世界一奪還に貢献した源田の活躍、声出し応援の解禁でアフターコロナへの道筋が見えた今季を振り返りながら、球団創設45周年の節目にチームが5位に終わったことへの謝意も示した。FA 宣言から1ヶ月以上に及んだ山川穂高内野手の移籍そのものが決着したことに関係者の間には安堵感が広がった。ただ、前看板選手となった山川のイメージ低下に対して後悔の念も聞かれた。関係者の一人は、もし、あの宣言分の添削を任せてもらえていたら、あそこまで批判されることはなかったかもしれない。そこだけが心残りとぽつり。山川の移籍騒動は FA 権を行使できる期限ギリギリの11月14日に代理人が書類を提出してきたことから始まった。同時に球団経由でメディアに一斉送信された宣言コメントはネット上で今しめの FA 怪文書と揶揄され、その独自の理論がライオンズを中心とした野球ファンの間で激しい批判の対象となってしまった。一連の不祥事の事後処理や謹慎、公式戦出場停止処分の過程で球団側との意思疎通を断ち、独自の判断で宣言文を提出した山川。添削や構成の依頼がない以上、球団はそのまま発表するしかなかった。ま、自業自得ですよね。山川叩き、ええ加減にやめたら日本人の一番醜いところ。身から出たサジとおごりだ。倫理観のない本能むき出しの仮面をかぶった。若者に過ぎない自業自得だ。こんな選手、球界から追い出して欲しかった。こんなアホを取るホークス。福岡県民のホークス離れは間違いなく加速する。どんなコメントをしてもかばうことは無理。不快の塊。まあやめたわけですっきりしたじゃん。なんで残らなかったかね。茨の道を選んだね。会見で今しめのドスコイしてほしかったな。なぜか山川の宮崎での謝罪囲み会見をなかったことにしたい人が多いのが謎。山川自身の問題もあるが、それだけ球団を信じられなかったんじゃないですか。山川の人的保障でまた荒れかねないね。